ポンポンプリンに100万円分突っ込みました。300株購入済みでございます。明日決算ございます。増益、増配、自社株買い取得、記念配当、その他株主還元もろもろ、実施お願いいたします。 ってことで私サンリオの株300株現物で保有しておりますので強制的に決算をまたぐっていう感じにはなってはいるんですけれどもこの前ちょっとうわって下がったんでその時にえまあいいとこで買いたいかなって個人的には思ってるんですけどまあ,あとはまあ祈るだけですねまあポムさんしかりまあ他のキャラクターはまあみんな人気あるんですけれどもあのまあキティさんがね50周年なんですよね なので記念配当あるかなっていうあれありますね。ってことであのいい決算出してくれたらまたサンリオショップ行こうかなって思ったりするんでなのであのどうかよろしくお願いいいたします良子のみんなへ決算またぎはギャンブルになるからあんまりしない方がいいって僕は思うんだ。決算がいいからって言ってて言 絶対に上がるわけではないからこのヌジは頭がちょっとあのぶっ飛んでるからあんまり言ってること後にしない方がいいよ株式投資は自己責任自己判断で